次は PV のコーナーなんですけれども、うん、PV をこう見ながらねお話をちょっと伺いたいなと思うんですけど、はい、今回ご用意してもらった PV ちょっと紹介していただいて、はい、はい、でこれは去年の11月に出した LMC の一番新しい、はい、現状で一番新しいシングルのダブルドラゴンというね、ダブルドラゴン、はい、はい、じゃあ早速見ていきましょう、はい、いきますよね、いきなり電気マン、電気マン、電気マン。もうさっきもそれ大丈夫、あの呼び捨てで大丈夫だ、電気マン。こだわるね。なんかそうそう、電気マン油断しちゃうんですよね。油断しちゃって電気マンって呼んじゃうんですよ。これはあれですね、ストーリーモードと、もう一個そう、バンドバージョンっていうのと、はい、ストーリーバージョン、バージョン、これは今見てるのはストーリー、はい、ストーリーバージョン、はい、うん、うん、こういうのもあれですか、まあ、ストーリーじゃないですか、アートワーク的なのは、うん、お二人もすごい関与して、うん、結構考える、だから全くアイディアない時は投げちゃうけど、はい、今回は結構アイディアがあったんだけど、はい、そのまあ、もっと本当はだから主役の、今あこの人が主役なんだけど、はい、本当はね主役はねブルース・リー似の人がよくて、はい、ブルース・リーの格好してる人が主人公にしたかったんだけど、はい、なんかブルース・リー財団みたいのがブルース・リーの娘がやってるらしくて、はい、相当持ってかれるらしいんで、使うとなるとそういうのそうだからそれでダメになっちゃって、でそこからまたちょっと本来作ろうと思ったものはとはちょっと随分ちょっと違ってきたんだけど、まあなんかこういうストーリー仕立てなものは、まあなんか作りたかったんで少年むっちゃ踊ってましたけど今、そうですよ少年ね、これ彼はなんか ダンサーなんですか、ダンサーですね、お、この交流が始まっている、そう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 、このマイキーさんっていうこのダンサーなんだけど、はい、この右手のこの人は、ね、はい、まあ、この人の本当は弟子なんだけど、あ、マイキーさんの弟子、そうそうそう、本当はね、はい、でも実際はなんか逆でこの少年に教えられちゃうというか、うんうんうん、アイデアみたいなのをこう、はいはい、教えられちゃうみたいなストーリーで、なるほど、このマイキーさんは電気マンさんにボコボコにされてしまったから、そうそうそう、ボコボコにされちゃったっていう復讐への、うん、そう、普通に、うん、何だろう、映画じゃないですけど、こういうストーリーとそのバンドと全く関係なく、全く関係ないし、うん、はい、全く出てこないからね、今のところイントロだけね、ずっといったかなっていうぐらい、イントロにね、ちょっとメンバーで異常なほどクオリティ高いですね、ねえ、すごいこだわって作られてますね、皆さんが頑張っていただいたと思います、うんうんうん、この間やっぱ同じ現場でずっといろいろ見てたんですか、うん、あ、この時、はい、うん、この日はね、夜からその演奏シーンの撮影で、はい、基本的にすっげえ長くなっちゃうから、はい、これは昼前撮影してて、だから立ち会わなかった撮影は、もう監督はもうずっと一緒にやってる監督なんで、はい、もうなんかそこ信頼できるんで任しちゃいましたね、なるほど、うん、今更なんですけど、ダブルドラゴンというテーマを持ってきたのはどちらなんですか、うん、マーヤが、基本的にタイトルとか歌詞は全部マーヤが書いてるから、うん、はい、うん、お、現れた、待ってました、ようやくね、かっこいい、サンサビ前でようやく LMC 出てきましたね、全然出てこねえぞ、うん、こういうね、はい、ことをしてたりするんです、いやありがとうございます、いやいやいや、単純に映像として面白かったです、うん、へえ、お二人がアクションするっていう話はなかったんですか、いや、あったんだけど、はい、ありますよね、それはできねえだろ、つって、結局それだけの、ね、機材も必要になっちゃうしね、あ、まあまあ、そうですね、アクションとか、時間とかもなし、多分飛ぶっていう話とかもあったんだけど、はい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 、俺とマーヤ飛ぶのにね、大変だなって思いますぜひ見てみたいですけどね、怪我しちゃっても困っちゃうしね、みたいなね、いよいよ、あ、まあそれはそうですよね、うん、あ、そっか、だから僕らは怪我してもいいような撮影いっぱいするんだ、してるんだしてません、川に飛び込んだりとかしてますそういうね、できる範囲だけど、それ怪我っていうか危ない、流されちゃったらね、単純に危ないですけどそうだ、だからだ、あ、いやいや、ありがとうございました、いやいやいや、ダブルドラゴンでした、うん、
続きましてはですね、初出し物のコーナーなんですよ、はい。これはどういうことかと言いますと、お呼びしたゲストさんにですね、この番組で初めてとなる、今まで世に公表してない情報とかをですね、持ってきてもらってですね、紹介させてもらうというコーナーなんですけれども、はい、今回なんかお写真用意してもらったということで、そうですね、はい、じゃあ早速、はい、の初出し物見せていただいてもよろしいでしょうか。こんな感じのね、これって、はい、これってカメラに向けて、はい、あ、大丈夫です、はい、これあれですね、ホットケーキですね。ホットケーキだね、いわゆる。いわゆるホットケーキ、これはどういうことですか。料理をしたってことですか。いや、なんか、料理ずっとやりたいと思ってて、はいはい、で、してこなかったんだけど、はい、ようやくちょっとやろうかなって思って最近、はい、パンケーキというか、はい、パンケーキ、ホットケーキ作りにハマってるんだよね。はい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 。あら、これは焼ける前のやつですよ。そう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 。あら、これ全然ご上手に、お上手にできてますけれども、いい感じにね、はい。え、料理全くやられてないんですか。うん、基本的に常に外食の人だったんだけど、はいはいはい、ちょっとまずいなと思って。ね、でもなんか乗っかってますけれども、これそれね、はい、この日はもう普段はなんか大体ジャムか蜂蜜とかで食べちゃうんだけど、はい、この日はというか、これ昨日なんだけど、はい、昨日は昨日はね、チョコをね、はい、あの板チョコでっかい、はい、いただき物の、はい、なんかでかい板チョコあったんで、それをおろして削って、はい、チョコをこう、なんつうの、削ってね、トッピング、そう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 、そういうのして食べたりとか、ね、ちょっとこだわって作ってるってことですね。なんつうの、飽きないように、はい、これしかやらないからね、俺。カレーとか作ってるイメージかもしれないけど、はい、これしかやらないからね、パンケーキでパンケーキを作ったり食べたりしてるってことは、特に世に向けては言ってないってことです。言ってないね。ブログのネタとかに全然美味しいじゃないですか、書いたりしないんですか。書いてないね、まだね、プライベートの。だ、今年入ってマジ始めたから、パンケーキは今年入って始めて、うん、もう何回ぐらい作られました。もう3回ぐらい3回ぐらい4回ぐらい。言っちゃあれですけど、むちゃくちゃ可愛いですね。それなんですか。なんで言わないですか。イメージを持たれたくないとか、そういうのじゃなくて。いや、なんかタイミングそうですよね、年明けで2,3,4 と 3days ありましたもんね。そう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 。じゃあやっぱライブの話とか、うん、ね、そうだ、去年の武道館のこととか振り返ってらっしゃったし、うん、あ、そう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 、あ、そんな狭間にこういうことやってたんだ。そう、かわいいな、夜な夜なね。夜とか結構夜中とかに作る、ちょっとお腹減ったなと思ったら、そう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 、すごいですね、うん、はい、これあれですか。それはうちのキッチンだね。これ完全初出しなんだけどこれ、お、生活感ありすぎるから。いや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 、いいじゃないですか、こういうの待ってましたようん、あ、これはもう意識バターとか。そうだね、まあ、作る前、うん、作ってる途中だ、はいはいはい、そう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 この救急版は何なんですか。それは万が一切った時のねギタリストだから指切ったら大変だからそうそうそういつでも。あ、ね、はい、最近ね、リンゴも、あの、実家長野なんだけど、はい、リンゴをよく送ってきてくるから、はい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 、そのリンゴを剥いてる時に、はい、こう切ったらすぐ貼れるように、ね、自分でやってるそうそう、超可愛いですね。可愛いって、可愛いって言ってすいません全然大丈夫、もうバンギャルなんで全然大丈夫です、もうみんな思ってると思います、うん、今これ見てる人、まあ、猫がね、可愛い、ね、ねえねえ、いや、猫も、もちろん猫ちゃんも、猫ちゃんはあれですよね、うん、よく触れてたりしますよね。そう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 、うん、猫ちゃん、あ、な、何くんですか、これは。ソラちゃん、ソラちゃん、女の子なんです。ソラちゃん、ソラちゃん何歳ですか。ソラちゃん、1歳半。1歳半、うん、最後、これ、ね、これ使われたってことですか。これ、そうそう、今、一押しのね、ホットケーキ、あの、パティシエのね、あの、はい、高木さんのね、そこの誰だよ、成城石井でね、成城石井で買って、そうそうそう、ホットケーキミックス、ケーキのようなホットケーキミックス、そうそうそう、これ美味しいですよ、皆さんおすすめですよ。あら、本当ですか、うん、なるほど、僕もパンケーキ出そうと思って、もちろん出そうと思ってて、うん、はい、お店でも。パンケーキとか好き。好きですね、あの、僕も作ったりしますよ。あ、そうなんだ。でも、ちょっと、あの、この段階までは、うん、あの2枚目の段階まではこの話行こうかなと思ったんですけど、うんうん、あの3枚目でチョコレートやってたから、はいはい、あれ本格的だなと思って、ちょっと、いや本格的じゃない、なんか味こう変化球持たせないと結構飽きるもんね、はい、あ、分かります分かります。なぜならこれがめっちゃ、はい、このケーキのようなホットケーキミックスが、はい、めっちゃ家にあるから。え、それは何ですか。買いだめた、買いだめてだからその味ばっか、ね、はい、ずっと続いちゃうと、はい、ダメだから、なるべくかけるもので。そんなに食べてるんですか。食べるね、作って食べて、へー、うん、はい、初出し、
初出しっていうか、もうキッチンとかホットケーキ作ってるよとかいろいろありましたけど、アイジさんが異常に可愛いってことがよく分かったのが良かったです。はい、以上、初出しのコーナーでした。はい、ありがとうございました。そんな意外なちょっと可愛らしい一面を見せてくれた愛知さんなんですけれども、はい、告知があるということで、はいはい、7月から、ツアーがね、はい、始まるんですよ、はい、カンペ見ていいですか。どうぞ。ライブツアー2013 、はい、ストロングサイド VS ポップサイドというね、はい、ツアーが可愛いなと思った。7月の、11日神戸からね、はい、スタートする、はい、でファイナルが10月5日渋谷公会堂でね、はい、あるんですけども、はい、これがなんと明日までオフィシャルホームページにて先行予約してますと、はい、これの公開が1月30日だから1月31日までみたいです。なるほど。みたいですって完全に今一言でしたけど一言でしたけれど、これなんですか、はい、ストロングサイド VS、うん、はい、VS ポップサイドってことで、うん、なんか割とコンセプチュアルな感じ。そうだから曲の、はい、まあ結構まあ、去年ストロングポップっていうアルバム出して、はい、でまあまあそれちょっとスローガン的にやってたんだけど、うんうんうん、まあ、自分たちの曲でもそのストロングサイドとポップサイドにこうあえて分けて、はい、でまあ場所場所でメニューを完全に変えてやろうかなっていう、はい、なるほど、うん、はい、じゃあ今年の夏は結構大変な感じになりそうですね。そうだね、はい、うん、じゃあそれまでにぜひ甘いものを、うん、そうぜひ、ね、食べに行きましょう。はい、ぜひぜひ、はい、うん、LMC、ライブツアーがある、うん、あるのでぜひ皆さん、行かれてみてはいかがでしょうか、うん、僕もちょっと本当にあの前に、うん、そう一緒にライブのイベントに出させてもらった時にちょっと見させてもらって、そうちょっと慌ただしかったんで、うん、ちょっとだけだったんですけど、すごい楽しそうに、なんかステージ上がすごい賑やかだったんですよ。そう、人数も多いんだよね。そう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 、なので、はい、僕も見に来ていいかな、渋谷公会堂、はい、はい、行きたいと思います。いろいろお話伺ってきましたけど、ですね、うん、ちょっと突然で申し訳ないですけど、はい、ぶしつけなお願いなんですけど、はい、チェキをですね、うん、取らせていただきたいんですよ、うん、視聴者のプレゼントに、うん、一人でいいえ、アイジさんとアイジさんと僕のツーショットチェキと、はいはいはい、そしてアイジさんとのチェキ、はい、僕のチェキっていうのを計2枚ずつで計6枚、はい、取らせていただきたいのですが、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。問題ないです、はい、チェキとかって最近取られたりします？なんかあのインストアとかでね、はい、そういうのは ありますか。そうそうそう、あ、よかったです。なんか絶対嫌だとか言われたらどうしようと思ってたんで、行ってみようか。いやいやいや、そういうとこ乗っかってこなくていいです。面白い人ですね、本当に。いやー、いいわ。はい、そんなわけでじゃあチェキの用意をお願いします。はい、チーズ。はい、チーズ。なんもやんないですよ。なんで、あの、割と辛辣な一言をポップな感じで言うんですか、毎回。本日は本当にいろいろお話を聞かせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。あの、初めてだったのに本当に結構楽しかったね。いや、本当にその楽しかったじゃなくて結構楽しかったっていうあたりが愛知さんですよね。俺なんかちょっと分かってきましたよ、ね、いやいや、でもぜひね、うん、あの、連れてってほしいし、鎌倉もだし、ぜひデートしないとしてください。本当に嫌じゃなければしてください。しましょう。いや、ありがとうございます。じゃあ、第4回のゲストはですね、 LMC より愛知さんをお招きしての、いろいろ楽しいトークをさせていただきました。バンギャル的にどうなんでしょう、皆さん満足してくれたのかどうか分かりませんけど、僕的にはとても楽しかったのでね、チェキとかありますので応募してください。以上、アイジさんをお迎えしての純子の、あれ、純子の部屋、純子の部屋だ、純子の部屋でした。ありがとうございました。自分のタイトルは